今回は深い山の中で災害を防ぐために黙々と走り続けているトロッコがテーマです。ナレーションの字幕を出すことができます。パソコンなら字幕マークを、スマホなら CC マークを押してください。立山砂防軌道は現在の国土交通省、1982年当時は建設省が運営するトロッコ軌道で、常願寺川の砂防事業に伴う資材、人員の輸送に活躍しています。軌道延長は約18キロ、期間は2フィート、610ミリだよ。38箇所ものスイッチバックがあるのだ。国家事業とあってトロッコといえどもよく整備されていますね。ヤードの入り口には砂防工事実施中と記された看板がありました。今日の列車は出払ってしまっていて、車庫には予備の機関車が休んでいたよ。乗車心得と記された看板もありました。残念ながら便乗の申請方法が分からず乗車することはできませんでした。千里ヶ原ヤードの前景だよ。画面左下の線路が水谷方面へ向かう本線なのだ。本日運用に着かなかった列車が留置されていました。人が乗る車両はこんな車です。アコーディオンドアのついた車両もいたよ。これも人を乗せる車なのかな。片隅に機関車がいました。旧車状態なのでしょうか。資材を積むのは文字通りトロッコなのだ。千里ヶ原から遥かな山並みを望みます。この山へ合計38段のスイッチバックを使って登っていくのです。千里ヶ原を出発するといきなり険しい崖、数段のスイッチバックでよじ登るのだ。スイッチバックのポイントは自動切り替え、安全にも配慮されています。ジグザグに登っていく軌道だよ。画面右上の空が見えているところまで登るのだ。登り切ると次の中小山でスイッチバックはありません。落石でしょうか。線路脇に大きな岩が転がっているよ。立山砂防軌道は今でも砂防工事の人員、資材輸送に活躍しています。立山カルデラ砂防体験学習会に参加するとトロッコに便乗できますが、2024年度は落石被害により募集を中止しています。詳しくは立山カルデラ砂防博物館で検索してほしいのだ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。